はい、どうも皆さん、こんにちは。ギマです。今回はですね、タッチデザイナーの、パーティクルこれですね。これを使って、花火を作ってみたいと思います。よろしくお願いします。これ再生すると、こういう感じですね。はい。こういう感じの花火をタッチデザイナーを使って作っていきたいと思います。はい。これですね。はい、じゃあ一回消します。はい。じゃあですね、タッチデザイナーを、最初のやつ食べた、これか。はい、これまず開きます。はい、これですね。で、まあ、これは消してもらって、これも消します。んで、最初は、何からいこうかな。バーティクルから出しましょうかね。はい。じゃあ、まず、こことここはよく使いましたよね、今までの。VJ システムの、マッピングしてみようっていうのも、多分この辺は使ってるんですけど、今回ここを使います。ここがメインになるのかな。はい。じゃあ、ここ、3D の、データのところですね。トップっていうものを開いてください。はい。で、ここからですね、これだな。はい。これ開きます。で、3D は、プラスフォルダ。これですね。はい。で、まあ、これは、球体ですね。球体をトランスフォーム、これで、まあ、移動ができると。これを、だから、こう移動させると、こうやって移動することができます。まあ、これ今、とりあえずそのまま繋いだままでいきます。で、次は、ショットというものを使います。はい。で、ここでパーティクルですね。はい。これを繋ぎます。そうすると、これもこうかな。ディスプレイオプションで、あ、見えてないですね。あ、そっか、再生してみたか。すみませんね。まあ、こんな感じで、今、見えてますね。これですね、この球体の、あ、これも、右クリックすると、こうやっていろいろ出てきます。ビューとか結構、こういうの使ったのかな？使いましたね。ディスプレイオプションで、このポイントを見ることができますね。はい。これです。この一個一個に対して、こうやって順番よく今、パーティクルが飛んでくれてます。こういう感じですね。で、ですね。で、まあ、順番よくだと花火っぽくないですよね。なんで、このソフトっていうものをつなげます。ここで、ここを、そうですね、ポイントのところを、ランダムにすると、このポイント、これですね。このポイントからランダムに出てくるので、こういった感じで花火のように見せることができます。そうですね。で、これも、ビューで今、あ、ビューじゃないか。ディスプレイオプションで、これを消すと、まあ、こういう風に、こんな感じですね。飛んでます。まあ、見えにくいので、これつけてるんですけど、どっちでもいいですね。はい、今こんな感じです。はい。で、まあ、この数値は、どこなのかな。この辺とかよく使うかな。これいろいろいじってみてください。ここで、こっち側に飛ばすとかですね。風で上に上げるとか、ということができますので、これ結構いろいろいじると面白いですね。これで揺らぎを追加するとか、こういう感じですね。できます。はい。で、まあ、ここもあるので、ここで質量を変えてみようとか。すると大きくなるとか、はい、でも自分の好みに合わせてここはいろいろいじってみてください。はい、で、これ11番だっけ。で、ここはパーティクルの数ですね。これを上げるともっとたくさん出てきます。こういう感じですね。で、今3なんで、3秒すると消えるようになっています。これはもう、バリエーションですね。ライフのバリエーション。はい、こう1にすると、まあ、2秒から4秒の間になるのかな。3から4かな。
どっちかで、まあ全部同時に消えるんじゃなくて、ちょっとバラバラに消すこともできます。ここは今回は使わないですね。まあ、バウンドするときとかなんですけど、今回ここは使わないです。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ、ですね、この 3D、この水色のやつですね、ショップと呼ばれる、ショップであってた、これですね。この、このプラスを押すと、こうやって、この球体を見ることができます。で、この辺クリックすると、こんな感じですね。今どうなってるんだろう。で、右クリックで移動。で、ドラッグは真ん中を押して、こうですね、押したままこうやって見ることができます。で、迷子になったらもう H で戻ってください。後ろ画面に戻ります。バックルとかは、結構こうやって見ることありますかね。こんな感じで。後ろに飛んでるのかどうかとかですね、見ることができます。はい、という感じですね。はい。で、今変えたのは、ランダムにしただけか。はい。こんな感じですね。で、ちょっと待ってくださいね。これが。これちょっと大きすぎるので、この大きさで、もっと中心からこう弾けるように出てほしいので、これの大きさを小さくします。で、まあこっちは小さくしてもいいんですけど、ここでやっときますね。これを 0.1。これの大きさですかね。はい。します。で、全部小さくなりますね。で、トランスフォームは今からか。で、これをランダムにするだけ。これが、そうか、まあ、花火はちょっと、まあ、重力あるので、ここを少し、下に下がるようにしておきます。これぐらい。ね。あれか。で、これを、オンにしましょうか。そうですね。これがオフのままだと、パーティクルが消えないような設定、こう飛んでってここで止まるような設定になってるんですね。だからこれはまあ花火は消えるので、ここはオンにしておきます。で、まあ全部一緒に消えてもオンしておきます。あ、そっか、一部いいのかな。まあこんな感じで。そっか、とりあえずね。で、まあ、ずっとこれ、ずっとこの真ん中から出てるので、花火見てこう。あとは、ポジションをここからパーンと出て、またこっちに変えて、で、ここからみたいな感じで、こう自動的にポジションを移動するようにしていきたいと思います。はい。じゃあ、まあ、基本的なパーティクルの土台としてはこうですね。はい。で、ポジションをいろいろ変えたいので、この場合は、今度はここですね。チョップから、これを使います。はい。で、まあ、これは常に動いているので、これをプッシュしてもらって、こんな感じで、ポンポンポンと信号が一個ずつ出るような感じですね。します。でまあ、ちょっと早すぎるので、少し遅くします。はい。これぐらいにします。んで、カウント。これですね。これをちょっと入れましょうか。これはこの信号が来たらこうやって数を数えてくれます。こういう感じですね。3、4、5っていう風にどんどんカウントしてくれます。まずこれを使ってこのバーティクルのポジションをランダムに変えるようにしていきます。はい。とりあえずこう置いといて。で、次ですね。行きましょうか。はい。今度これですね。で、このタイプをランダム。これか。ここにします。はい。で、シールド。これですね。これでこう変わるんですね。これが。こういう感じで。
ポジションがこう、変えることができます。ランダムに変わりますね。なので、ここを、この数値と連携すれば、うまいこと変わります。ここをクリックして、これをここに入れます。はい。そうすると、この36、3、これもだから36、37と同じように変わっています。これでランダムにポジションの、信号が出てきますね。はい。で、今これ1本だけなんですよね。チャンネル1という1本だけなので、ここを、2本にします。T って書いて、X と Y 軸に書いてあります。そうすると、EXTY という2本の、効果が出てきますね。はい。で、これを、使っていくんですけど、ですね、ちょっと待ってくださいね。今これが、0から、1の間に、信号がこう飛んでます。あれ？あ、こっちか。これですね、0から1。信号をこうランダムでポン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 と送ってくれてます。で、座標はだいたい、マイナス 1.5 ぐらいから 1.5。上もまあだいたいそれぐらいですかね。もっと大きくしてもいいんですけど、だいたいこっちマイナスでプラス 1.5 ぐらいあれば十分なので、0、1の信号が来たら、一番低いところは 1.5。あ、しまった。15になっちゃった。1.5 ですね。で、ここも、大きいときは 1.5 という数値に変わります。はい。この感じですね。で、これをこのトランスフォームのこのポジションのところに入れてあげます。で、これをして、X は X。はい。で、Y は Y ですね。はい。そうすると、高いかな。まあ、ずっとまだね、パーティクルは出てるんで分かりにくいんですけど、こう、ポジションがこう、ランダムに、ここに移動したり移動したり、このタイミング、あ、これの方が分かりやすいのかな。そうですね。こうやって、ポン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 とこの、このシールっていうんですか、そういうのに合わせて移動してくれてます。ということですね。はい。で、今度、これがまあずっと出てるので、なんていうんですかね。この移動したときに、バンと一回、みたいなのが欲しいですよね。まあ、こう消えてていいんですよね、もう。一回だけ出て消える、みたいなものが欲しいので、その設定をしていきます。ですね。この信号を使います。今度は、これですね。あ、しまった。ここは繋がらなくていいのか。そうですね。で、1回の信号が来ると、まあ、これは1なのかな ?1 という信号が来てるので、1が来たら、まあ、1000ぐらい欲しいなと。で、これで1が来たら1000、1が来たら1000という信号が出てます。で、これをここに入れてあげます。ここですね。あ、落としまった。こうやって。からかな、はい、これをここに入れます。そうすると、こう線、線、線っていう感じで、同じタイミングですね。ポジションが移動するタイミングで、これが弾けるようになります。こういう感じですね。はい。とりあえず、この辺で1回目終わりましょうかね。で、じゃあ、ま、次はここを、今こういう、このパーティクルのこのオペレーターの中だけなので、これを実際どうやって外に出すかですね。次回やっていきたいと思います。色付けとか、やっていくのかな？はい。色の方もね、やっていきたいと思います。じゃあ、今回はこの辺で終わります。ありがとうございました。